ペンネルホテラボです。今回は GC 部門初のクエスチョン企画です。イエーイ、イエーイ。X で募集した質問にみんなでどんどん答えていこうと思います。メンバー一人ずつ自己紹介をしていきます。はい、くるみです。リーダーです。ブーキャン始まる前に川に行ったんですけど、川の中に入ってなんか自然を眺めて、あ、もうゲームやんなくてもいいかなって思っちゃった自分がいました。はい、フェンネルでセンチエル担当してるロミアです。最近秋葉原にあるウサギカフェに行って、ウサギたちに囲まれてめっちゃ幸せな気持ちになりました。あ、いはい、私はヤムチです。IGL 仕事をします、私は日本に行ってバニラのクリームブレーでアイス、これめっちゃ美味しくって、あ、めっちゃ美味しい。日本にしかないもんね。ね、いっぱい食べて、日本いっぱい食べる。センチネルじゃないです。ピンさんです。自分はポイ活をアプリでやってて、やりたくもないゲームの経験値を貯めて、2ヶ月かけて1000ポイント貯めてます。貯まったポイントで、マンパロン買うつもりです。よろしくお願いします。女子だね。Hello, 私はミントです。テュエリストと言います。韓国にいる時カフェに行って美味しいのベーグル食べた。イエーイ、ナイス。美味しかった。美味しかった。 OK 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 OK、 いいね。リフレッシュだね。リフレッシュ。質問に答えていこうと思います。じゃあまずは一つ目の質問、チームの雰囲気作り担当は誰ですか？誰？個人的にはリーダーであるくるみさん。いや、何やらかしてももう大丈夫だよ、大丈夫だよ。ああ、くるから。ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。今もナイス。じゃあ次、メンバーをそれぞれエージェントで例えるなら、むずいな。あ、でもある。お、何？ヤムチは、バイパー。え？あ、そう。意外と、意外とね。そうなの？なんかそんな感じしない？こうさ、クール系なね。あ、そう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 。フェイドではない。あ、まあフェイドもありだな、確かに。ある。雰囲気が似てるわ。あ、まあ雰囲気がね。ロミアさんはスカイ。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 動物じゃない。あ、そう、動物。動物。まずミント？私はスリッピー。スリッピー。ああ、まあ大事。うん、そうね。ちゃんと寝ないよね。自分もできるから。そうね。ナイスチュール、ナイスチュール。ロミは？自分ね、アルコールの除菌シートで、なんか綺麗な気持ちでやる。そうだよ。心が清まるね。そうそうそう。清めてる、物理的に。心は？目薬さしてるかも。その試合が始まる前に目薬してで目がパチッってなるじゃん。そしたら冷ますんだ。そう。ピーちゃんは好きな人と話す。
わあ。ダブル起用。誰じゃ？私？私。どこにいない。どこにいない。どこにいない。次行きますか。うん、はい。バロラント以外でそれぞれの選手の特技なんですか？あ、料理。おお。一人暮らししてるから、うん、そのやっぱスクリームの間にさ、うん、ご飯タイムあるじゃん、うん、その時もなんか10分とかで作れるなんか簡単なやつだけど、うん、料理して食べて、うん、得意な料理、うん、得意な料理はね親子丼、うん、すごい親子丼だったら多分20分ぐらいあったら作れる。めっちゃ早楽しみ。次は、5人のうち一番持ってるのはどなたですか？持ってる意味持ってる難しいんだけど、ね、なんかついてる運があるっていう意味では、うん、誰だと思います？ピンちゃん。あ、私？確かに仕事辞めたらフェンデル入れた。なるほどね。あ、無職でね、野田家回ってたけどみんなと出会えた。確かに持ってるかも。そういう意味で、なんか結構ピンちゃんがなんか笑うじゃん。なんかさ、うん、試合してる時も結構さ、そう、楽しそうにやるじゃん、うん、だからそのやっぱ笑ってる人って結構運がいいイメージある。うん、なんかそういうイメージある。嬉しいね。次の質問は、好きなバロラント実況配信者どなたかいますか？韓国のピンボンさんとかテスターの知り合いだから、毎日見てる。ミントはキムスヨン、サラマイ、キムシヤさんが好き。おほう、韓国のキャストさん、めっちゃ可愛い。可愛い、なるほど。後で URL 送って後で見るわ、うん、これが意外と来てた質問なんですけど、うん、コーチ陣がそれぞれどんな仕事をしているのか知りたいです、うんうん、コーチは2人います。ホットライクさんとカー君さん。チームの常識を教える人がホットライクさんで、まあ、セット、まあ、マップごとのセットとか、なんか定点とかキャラクターごとに定点あるんだけど、その定点を持ってくるのがカー君さん、うん、いつも助けられてます。ありがとうございます。定点キャラは主にあのこの2人なんですけど、はい、いつもお世話になってます。そうね、ゴッドレイクさんもなんかチームで、まあ、スクリームして間違えてるところがあったらここはこうだよねみたいな感じでいつもフィードバックしていただいてます。カムサムリだ、カムサムリだ、全然聞いてない。あ、OK です。前のマップで大差で負けてしまった時はどういうモチベーションで次のマップに挑んでいますか？夢。例えばエコスティールされました、うん、夢か、うん、次行こう、ね、あ、次行こうみたいな感じ。夢見てたよね。あ、そうそうそう、ちょっとね、細かいとこはねやっぱ修正してもいいけど、大差で負けちゃった時はもう切り替えよね、うん、そう、切り替えが大事、うん、忘れた方がいいです、うん、はい、忘れてください。忘れましょう。じゃあ次の質問、パシフィックでの一番のライバルはどこですか？自分はやっぱ、うん、パシフィックってやっぱずっとね戦ってきたゼータになっちゃうな。イエスイエスイエス。そこは、ね、そうね、みんな同じかも。共通してます。フェンネルホテラバのクエスチョン前編はここまでです。え、早っ。え、もう終わり？もう終わり？終わっていいですか？早っ、マジか。夢か、夢だね。夢でした。じゃあ第2弾でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。